そうで、こちらを手に1枚取ってこちらの麺を入れて食べるそうなんですね。タイが大好きブロガーのプクコです。私の知っていることや気になることをプクラーの皆さんにレポートしてもらいます。今回の動画はタイ料理の老舗マメゾンを取材してきて。今回プクコさんの指令はタイ料理の老舗マメゾンを取材してきてということだったので、今回プクラーの誠さんとタイ料理を食べに行きたいと思います。うわー、あげあげですね。イエーイ、楽しみですね。ではまずこちらをご覧いただきますと、見てください、もう緑がいっぱいですごい綺麗なんですけれども、こちらはタイで最初に作られたバスだそうです。1909年に作られたバスだそうです。こちらナイラートパークヘリテージホームといいまして、都会の中にポツンと緑があるんですね。こちら1915年にラートさんという一族の方が住んでいらっしゃったところを2012年に一般公開されたそうなので、ここもすごく興味深いところなんですね。これはもうちょっと非日常的な感じで、そうですね、リラックスしたい時には絶対行きたいですね。これはウェディング、ウェディング、こちらで結婚式が行われるそうなんですよ。今ちょっと工事中なんですけど楽しみですね。ラブとかベイビーとかそういうお祈りをするらしいです。こちらがあのミュージアム博物館だそうです。こちらは以前ナイラートさんがお住まいだったそうなので、あの実際のお宅のアンティークが残されているそうなんですね。洪水からお家を守るためにこのような作りになっているそうなんですね。なんと実はこちらが防空壕だそうなんですよ。すごいですね、お宅の一角に防空壕の実はありますか。クリアガラスに入っているものがこちらがあのグループでの防空壕でして、そのお隣にあるのがなんか一人用の防空壕なんだそうです。すごいですね、確かに深めですね。確かに一人用のサイズ感ではあります。これがなんか第二次世界大戦の時に使われていたそうなんです。すごいですね。なんか開館日は水曜日から日曜日、月曜日と火曜日がお休みでして、あと入場料が大人250バーツ、学生が100バーツで、7歳以下のお子様は無料なんだそうです。この時代でしょ、はい、こんな豪邸だったの。いやすごいですね。あちらでお茶ができるそうなんですよ。すごいですね。こちらもタイで最初の車だそうです。すごい名前が入ってるな。フィアット、そうですね、フィアットカーということです。タイの中に入ってたみたいな。すごいですよ、本当に新宿御苑。新宿御苑では到着いたしました。こちらが本当に庭がすごい、ね、綺麗ですよね。お庭がこんなに広くて綺麗なんですよ。いやー、夜は夜でまた素敵だろうね。そうですよね。カレンさん、カレンさん、すごい綺麗ですね。すごい、もう入り口入ってすぐもう花がお出迎えしてくれて綺麗ですね。すごい開口も入るね。これもすごい。そうですね、なんかおしゃれですよ。すごい綺麗、変わってますね。ではお待ちかねの料理を早速いただきたいと思います。待ってました。はい、可愛らしいですね。豚のすり身ですね。にあのエッグ麺、卵麺です、ね、それをあのカリカリとさせてこうラッピングしたお料理だそうです。すごいですね。すごいですね。本当にカリカリに揚げられてる。いいですね。あーすごい美味しそうですね。香りがスイートチリな香りがしますね。美味しい、うん、美味しい、うん、美味しい。あ、来ました。かわいい。何これ。こちらがココナッツ、そして生姜、シャロット、でローストピーナッツ、
こちらが干しエビですね。あとはチリとライムです。ソースがココナッツだとかを混ぜたタマリンドジャムのソースだそうです。ハスの葉っぱだそうで、こちらを手に1枚取って、で、お好みで調味料を加えていただく。これが結構口の中で喧嘩するのかなと思ったら、そうでもなく、いろんな味が来るかなと思ったら、綺麗にまとまるんですよ。そう。すごいですか？初めて見ますね、この形。What is this dish? This one for me, ナンパ。ナイル。ミーナンパ。ナイル。ナイラー。いや、ナイラーとって入ってます。It's a name of the dish. ああ、そうなんですね。トムヤム風なんですけれども、なんか豆腐とかエビとか豚のひき肉が入ってるそうなんですけれども、でそれにこちらの麺を入れて食べるそうなんですね。トムヤムってみんなが知ってるトムヤムとは全然違うね。全然違いますね。それもそのはず、実はこのメニューはラート夫人が春雨をスープの中に落として偶然できたメニュー。ここでしか味わえません。ジャスミンライス、こちらもオーガニックのお米だそうです。こちらグースベリーという葉っぱを炒めたもので、卵だったりとかニンニクと一緒に炒めたものだそうです。こちらの葉っぱなんですけれども、タイでしか取れないそうなので、一番上の新芽の部分しか使わないそうなんですよ。うん、どうですか？美味しいですか？美味しい。ちなみに誠さん、はい、こんなに素敵な雰囲気で、こんな伝統的な美味しいお料理が食べられて、タンモット到来か？タンパンハーロイ。おー、3500バーツ。3500バーツ。正解はなんと2315バーツです。思ったよりリーズナブルじゃないですか、ね、こんなにいろんな種類をいただけて、この雰囲気があって、なんとこんな特典が、色鮮やかな料理で見て楽しい、カフェもあるので散歩がてら行くのもいいかも。